あ、わかった。じゃあ愛知行こう。愛知。確かに。愛知。愛知しかない。今の3条件あるのは愛知だもん。はい、ということで1個目のコンビニに着いたんで、早速サイコロを振っていきたいと思います。いきます。頼むよ。頼む。いいの出して。いっしょ。いっしょ。 6。 OK。 もう1回です。いざ。6。 6。 6。 6。 え、なになに映ってる。6はパスタだからパスタ2つ。いきなり重いわ。いきなり重い。すごいすごい。やばい。最初だから、うん、まあ最初先ってことだよ。最初先ってことで買いに行きましょう。行きましょう。こちらもちもち生パスタカルボナーラ。美味しそう。いや、たらこの和風パスタ。あ、美味しい。たらこのせ。いや、たらこ。やったらこ。この2つでございます。たっぷりんた食べていきます。あー、うまい。マジで、まあ、だチューチューマシーン。これ冷麺でござる。もちもちしてて、うん、僕の肌みたい。汚いじゃねえかよ。完食。無事に1回目の食べ物2つ完食したので、時間のサイコロを振っていきます。サイコロ振って出た目の時間後にまた食べ物があるお店に行きます。行きます。頼む。なるべく長い時間頼む。なんでだよ。行くぞ。ね、10分だ。10分か。ということで10分後行きましょう。Here we go。 ジェネレーション、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 ジェネレーション。ちょっとさっき10分で出て、一応10分以上結構運転してて、でも全然道にお店がなくて、で今やっととりあえずパーキングに着いたんで、そこでサイコロ回していきます。ちょっと見られてた。ちょっと見られてた。というわけでメニューが決まったんでサイコロを振っていきます。ガチャお願いします。なんでもいいよ。なんでもいい。5。あと1回。あと1回。よし。頼む。パスタ、これパスタ。1。ということで今回出たのは5のソフトクリームと1。ここに罰ゲームがあるんですけど、この罰ゲームはもう1個ホワイトボードがあって、その中でもう1回サイコロ振って出た罰ゲームやります。これが罰ゲームの種類です。で1位に書いてあるのがセーフで、これが出たら、まあ、1が出たらセーフ、罰ゲームは逃れると。で2から6はそれぞれ罰ゲームがあって、これが出たらこれをやります。で食べ物はまあその代わり食わなくていいと。へえ、なるほどね。なるほどね。ただこの罰ゲーム引いたってことは、うん、4人全員やるから。え、これは2回じゃない。え、そういうこと。それはそうでしょう。やった。ちょっと待って、え、マジか。やったでしょ。引いたってだけで全然知らなかった。マジか。全然分かんなかった。ありがとう。このマジ。だから罰ゲームを引いたらもう連帯責任。もっともっと。うまい。美味しい。超うまい。オッケー。オッケー、完食。まあアイス食ったのもいいけど、まあ、忘れちゃいけないのが罰ゲーム。罰ゲームでございます。行きましょうか。ちょっと誰から行く？ガチャマ。俺から行きます。じゃあガチャマからどうぞ。頼む。ちょっと一個だけ嫌なのがある。次は引いた？やったよ。ビリビリ。ちょ、マジ嫌なんだけど。ちょっと一個だけ嫌なのがある。え、マジ嫌だ。もう本当嫌だ。いきり。いけ。こうは何？カズシ行きまーす。行くぞ。それ5。5。じゃあ。マジ一番嫌なやつ来ちゃったマジで。うわ。行きます。飲みます。どうぞ。一気に行こう。飲め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 。あばあば。あばあば。はい、ということで、たくや。いや、1出てほしいわ。
と回ってない気がする。いや回ってないよね。いやいや、ちゃんと回ってたって今。いいよ、そっちならいいよ別に。いや、いいじゃん、じゃあいいよ、ちゃんとくるってさ、ほんとにくるんでね。はい、はい、よーし、いいんだー。行きます、行きます、行きます。いい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 けない今。リーダーって持ってるもんなのよ。だいたい1出すから。いくよ。頼みます。4回。ダービー。違う、たこ焼きだよ。違う、たこ焼き。余裕で。表情一つ変えないでやってやるや。普通に押したら来るんでしょ。うん。いきます。はい。お願いします。表情一つ変えないから見てる。見てる。あ、いいか。え？え？すごいしょぼいぞこれ。めちゃくちゃしょぼいよ、だって。あ、いった！表情一つ変えないでやってやるやん。全然弱くなかった。アイスも食べて、罰ゲームもやって。ということで、次、時間のサイクルお願いします。よし、お願いします。頼むよ、30分頼むよ。いやー、15分ということで、15分後経ったら、まあ、一番最初に見えたお店に行って、またサイコロタイム始めたいと思います。行きましょう。 Yeah! Let's go! あまりお店がなく、思い通りに行かなかったが、なんとか半分の距離まで来たメンバー一同。その分、お腹が減り、たくさん食べ物を選び、調子に乗ってしまう。だがしかし、僕たちに立ちはだかった壁は、食べ過ぎによる満腹感ではなく、カズシの不細工さであった。不細工すぎる、カズシが不細工すぎて、食べ物が喉を通らない。次回、勝つしやっぱりブス、やっていきましょうタイム。失敗したね。最初、最初は失敗か。最初初期ビデオは継続時間だもう、真下に押すと、うん、思いっきり押したらあったわ。あ、オッケーオッケー。では、次のところまで、あ、そう、Here we go!